はい、ユデクスです。さあ、今回ですね、皆さんにね、ちょっと報告しなきゃいけないことがありまして、もうね、ちょっと今まさかね、自分がね、本当にこういう緊急動画みたいなのをね、撮るとは思わなかったんですけど、実はですね、今週ですね、5月7日、ゴールデンウィーク最終日なんですけど、愛知県のね、竹豊町で夢太郎プラザというね、ところがあるんですけど、そちらでね、芝生広場フェスというね、イベントにね、アロエ専門店、アロエリットをね、初出店ということで、こちらのね、チャンネルでもね、いろいろと報告をしたりとか、いろいろね、動画を投稿していたんですが、実はですね、天気の予報が、ゴールデンウィーク後半からですね、まあ、雨予報というね、ことになっていまして、実はですね、昨日、いろいろな主催者さんの形と、会議が行われまして、最終的にですね、すごく残念なんですけど、中止というね、決断になりました。はい。まあね、この、芝生広場フェスはですね、こういった音楽イベントとか、キッチンカー来たりとか、また私みたいにですね、そういった植物のね、販売をさせていただく出店もあったんですが、やはりですね、こう、芝生広場フェスっていうね、名前だけあって、お外で、行っているイベントだったんですけど、こう、雨がね、降ると、どうしてもね、こう、出演ね、してる、人たちであったりとか、あとね、お客様ですよね、そういった方たちも、こうね、雨の中ね、こうやってイベントに参加するっていうのはね、非常にね、足元も悪いので、こうね、ちょっといろいろなね、ことをね、懸念して、今回、中止というね、判断になりました。はい。まあ、今回ね、まあ、僕としてもね、初出店ということだったので、いろいろとね、植物の仕入れをしたりとか、そういった出店に向けてのね、準備もしていたところだったので、非常にね、ちょっと内心すごく、悔しい気持ちもありますしね、こう、いろいろなね、方から、こうやってね、イベントに行くよっていうふうにね、お声もかけていただいたこともあったので、非常にね、ちょっと、悲しいんですけど、まあね、ちょっと今回こういったね、楽しみにしていた方もね、中にもこうやって動画をご覧の皆さんもね、いたと思うので、ちょっとね、ちょっと今緊急で、ちょっとね、この動画を撮らせていただいています。はい。でね、まぁ、ちょっとね、イベントの方は本当にね、この中止ということになってしまったので、まぁ、ちょっと5月7日、楽しみにしていた方はね、本当に申し訳ございません。はい。でね、僕のね、このアロエリットの、このね、自体も、まあ、これからね、いろいろと、まあ夏に向けていくと、なかなかね、植物のイベントもね、夏場はね、減っていってしまうので、まあちょっとね、秋を、目安にちょっとね、これからイベントに出展向けて、またね、頑張っていこうかなと思っています。はい。なので、まあね、これからもね、このチャンネルではね、このアロエ専門店、アロエリットの、まあね、ちょっとした紹介をさせていただいたりとか、アロエの紹介をしたりとか、そういったアロエのね、今まだまだね、アロエの認知されていないし、アロエのね、情報が少ないので、まあ少しでもね、貢献できるように、こう、アロエのね、育て方になる、何かね、ヒントになる育て方であったりとか、そういったところもね、これからもどんどんと、動画を通してね、投稿していくのでね、ぜひね、これからもね、応援してくださると嬉しいです。はい。まあ、今回ね、こういったちょっとイベントの中止という報告と、あとこれからね、また、イベントに出展に向けて、頑張っていきますっていうね、お知らせでした。はい。またね、これからもね、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。はい。それではね、またお会いしましょう。